トルコ南部で発生した大地震から20日で2週間を迎え、隣国シリアと合わせてこれまでに4万6 0人以上が死亡しました。トルコだけでも100万人を超える人々が避難生活を余儀なくされている中、トイレやシャワーが不足するなど衛生環境の悪化により感染症が流行する恐れも指摘されています。